僕も、まあもちろんドレイク好きですけど、なんか新しい角度からそのドレイクにこう光が今当たったような感じがして、面白い時間でした。なんか、あの広い、なんていうか、ファン層の意味も、そういうところにあるのかもしれないですね。It was good, your boy, S to the H-O, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, yes, I'm Ayuki, bye bye! はい。はい。ということで、はい、今回もちょっと、うん、まあ、ゲスト出演会ということで、はい、人気ブロガーのアボカドさんをお呼びしておりますので、はい、岡田さんどうぞよろしくお願いします。はい、あ、音楽ブロガーアボカドです。よろしくお願いします。はい。はい。はい。ということでですね、前回なんですけれども、まあ、あの、はい、ブログで、まあ、音に関する言葉をいかに紡ぎ出しているかというので、まあ、うん、クレポンみたいな話も伺いましたし、あと、まあ、禁止ワードみたいな話も伺いました。で、まあ、あの、はい、ブログをですね、あの、日々、こう、ツイッターとかで、こう、告知されていると思うんですけれども、はい。ツイッターの、プロフィールの写真、はい。アボカドだけに見えて、実は、あの、ドレイクがちょこんと座ってるんですよ。ドレイクがいるんですよね。はい。で、まあ、ドレイクのあの、あれですね、ビューズ、アルバムの、あれの、ね、ね、ジェネレーターがあって。ジェネレーターのやつですよね。そうですね。なんかそのまあドレイクの話も結構アボカドさんよくされていて、はい、例えばなんだろう、ハロウィーンにドレイクの仮装をしたりとか、そうですね、ドレイクですって言ったりとか、多分アボカドさんからするとそのドレイクにもこう自由的要素みたいなのが多分あるのかなって思ったりもするんですけれども、そうですね、これは非常にドレイクは G 要素のあるラッパーで、はい、G の人はあの G 要素があることを G センスがあるって言ったりするんですけど、はい、ドレイクはあの G センスが結構あるラッパーなんですよ。あの自分の音楽性も確立してるんですけど、はい、例えば、なんだっけ、テイクケアで、あのジュビナイルのバック・ザ・トゥ・アス・アップのリメイクみたいなのをやっていたりとか、うんうん、あと、ESG のスワンギン&バンギンをサンプリングした曲をやっていたりとか、あそういうなんか、ところどころで G の要素を入れてくるんですよ、あの人は。はい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 。で、さらにその、入れてくる G の要素も、結構その、限定的で、うん、その、ドレイクって結構地域性関係なく、何にでも手を出すイメージがあるんですけど、うん、あると思うんですけど、ドレイクがやってる G 要素って結局その、なんか、ドレイクって幼少期にあの、メンフィスに住んで、いたことがあったりするんですよ。要するにメンフィスって確かお父さんがメンフィスで、あの学生の時夏休みだけメンフィスで暮らすみたいなことがあったっていう話があるんですけど、だからそのメンフィスを結構レペゼンしてくるんですよね、ドレイクって、自分の作品だと。例えばあのテイキースをフックアップしたりとか、はい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 、あれその何でしたっけ、あのスコーピオンに入ってるノンストップって曲の、はい、うん、あれのフックの声とかメンフィスのドマイナー G からサンプリングしてて、あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、それプラスあのシッコモードでのドレイクのあの2回目の出番あるじゃないですか。はい。うん、あれのフローがする、あの UCJ のスラブオンマイナブと同じてか、はい、ああいう系のフローやってるのも自分的にもうメンフィスで出てきたなって思ってる。そのメンフィスレペゼンプラス、そのドレイクってかなり忘れがちですけど、あのキャッシュマニーレコード所属してるんですよね。うん、うん、そうですね、忘れがちだけど、確かに忘れがち、かなり忘れがちなので、そのテイクケアでもバックザットアスアップのリメイクをやってますし、はいはいはい、あの何でしたっけ、あれあのあれ In My Feelings、 あ、そう In My Feelings でも、あのマグノリア・ショーティーっていうキャッシュマニアに昔いた女性ラッパーの声をサンプリングしてたりするんですよ。そうですね。だから、ボーイってやつでしたっけ、あ、そうです、そうです、はいはいはい。それと、あと、あの、何でしたっけ、あの、同じアルバムの戦後曲の、あのローリン・ヒルサンプリングしてる曲名が出てこないですけど。Yeah. Roll on. あ、そうそうそう、そうです。ナイスフォーワットだ。
ナイスフォーアッター。ナイスフォーアッター。あれも、あの、あれじゃないですか、ビッグタイマーズじゃないですか。ああ、そうか。はいはいはい、はい。なので、その、なんだろう、メンフィス出身の、その、キャッシュマニー関係者っていうのを地味にすごい押し出してるんですよね、ドレイクって。はいはいはい、それがその、G 好きの心をくすぐってくるんですよ。なるほど。そう、G センスがあるんです。ちょっと待って、そうです。G センスっていうか、微妙に G センス出してくるんですよね。はい。そういう。で、テイクケアが自分、ドレイクのアルバムで一番好きなんですけど、うん。テイクケアって1曲目からあれなんですね、その、確か DJ スクリューの曲をサンプリングしてるんですよ、確か。このあれだ、オーバーマン、レッドボディの、あ、そうそうそうです。アウトロの部分ですよね。そうです、そうです。で、はい、あれも、で、さらに同じ曲で、その、なんか、これ、マイシティラブミール、ライフマクドデインベイみたいなことを言ってたと思うんですけど、マクドデの名前出してくるかっていうのも、結構、時事的にポイントが高くて。マックドレーのこと言いますよね。なんか、そうなんですよ。なんだっけ、リルエントの、曲でも、レスミピース・マックドレーって結構、リリックでも出して。ああ、そうですね。なんか、うん、まあ、マック、なんかそういう、なんだろう、本当 G が、G 好きの心を微妙にくすぐってくるんですよね、ドレイクって。はいはい。なんか、その、自分の音楽性を確立してて、その、あの今のメインストリームに合わせているようにも見せつつも、うん、そういう細かいところで G が好きなのを出してくるから、うん、なんかすごい共感を覚えるじゃないですけど、ね、そのあたりがやっぱこう G 好きのアボカドさんから見た一番のそのドレイクっていう感じなんですね。そうですね。でしかも本人はギャングじゃないから、はい、そのギャングじゃない人がやるその G のオマージュというか、はい、そういうのが結構日本人として共感しやすかった、日本人で普通の人として共感しやすかったっていうか、うん、なんかグッときちゃうんだよねそういうのが、はい、あとなんかドレイクってケンドリックとかジェイ・コールとかと違って、はい、いじっていう雰囲気があるじゃないですか、なんていうか、ね、あるっすねそうなんですよ。なんかそういうのをなんか演出してるようなところもありますもんね。そうなんですよね。なんかその辺も含めてそのなんだろう、ハロウィンとかあのエイプリルフールとかでそのジェイ・コールとかケンドリックにはちょっとなりづらいけど、ドレイクにはなっていいかって、うん、なんていうかそれは分かるかもしれないです。確かに。なんかあのダンスとかもねいいっすね。あやばいっすね。変なダンスとかそのために作ってるような感じとかあります。うんいいっすよね。なんかそういうところですよね、なんか G 的な目線というかでのドレイクの良さっていうのは、うんうんうん、あと、そうですね、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。ドレイクの魅力を僕も、まあもちろんドレイク好きですけど、なんか新しい角度からそのドレイクにこう光が今当たったような感じがして、はい、あの面白い時間でした。なんかあの広いなんていうかファン層の意味もそういうところにあるのかもしれないですね。ああ、そうかもしれない。みんな好きじゃないですか、やっぱり。そうですね。やっぱりその、やっぱカナダっていう外国だから、そのアメリカ人、アメリカではないから、その、うん、全米の話をしてもいいみたいなところがあるのかもしれない、うん、もしかしたら。うん。全米の。なんかクラブでやってても、全員好きなんですよね、ドレイクは。ああ。反応があるっていうか。うん、あ、うん、一番反応がある党派性を超えてみたいな感じのとこあるかもしれない。うん、ああなるほど。ドレイクはそうですよね、なんかほんとみんな好きですもんね。うん、みんな好きっていうか、まあ、好きじゃない人もいるかもしれない、結構、うん、いるっていうか、うん、いると思ってか結構いるんですけど、結構いますね。なんかなんだろう、好きじゃない人もいるところも含めていいみたいな、うん、なんて言うんでしょうね。なんかまあドレイクなら なんて言うんでしょうね、ドレイクがディスられてもそんなに怒らない、怒る気持ちにならないんですよね。なんかそういうところも含めてドレイクが好きなのかもしれないです。でもあのなんか今のおっしゃることちょっとわかる気がしてて、その僕ドレイクのライブ去年、一昨年か、見に行ったんですけど、はい、あの、はい、あんまこう熱狂的なファンが多くなさそうな感じがして、あその、
その前の年はケンドリックの見に行ったんですけど、ケンドリックの本当にみんなこう熱狂的なファンが多くて、はい、みんなこうマーチとか着て、同じこう T シャツ着てみたいな感じだったんですけど、ドレイクの時本当にみんな思い思いの格好をしてきてて、でもやっぱこうみんなで同じドレイクを見て楽しんでるっていう、本当にこうライトなファンもすごい取り込みやすく、で、なんか本当にこう人も、なんだろうな、この LA からこう無作為にこう取ってきた人たち、が集まってるような、うん、そんぐらいのこう多様性みたいなのを感じられた、うん、やっぱそういうのはちょっとあるかもしれないなっていうに今、うん、話伺ってて思いました。なるほど、勉強になります。僕のは相当勉強させていただいてますからね。今ねすごいいい話聞けてますよ。あと何気にちょっと G の話とはまた別角度なんですけど、はい、ドレイクはやっぱなんだかんだ言ってそのボーカリストとしてすごいレベルが高いと思っていて、 あと成長を見せてるっていうのがあって、なんかその初期の頃のドレイクって歌とラップが完全に分かれていたじゃないですか、うん、でもあのだんだんその歌とラップの、 その境界線をもよりスムーズに行き来するようになったというか、こういう感じが自分の中であって、そういうなんかなんだろう、すごい高みまで行ってるけどまだ成長する感じというか、そういうのも結構好きですよね。あ、育てがいっていうかなんだろう、こうそうですよ、なんか見守りがいがあるっていうか。すごい面白い、いいな。ちょっとまあいろんなドレイクのこう魅力みたいなのをこう今回の動画であの学べたと思うので、皆さんですね、あのぜひこうアボコダさんが今おっしゃったようなことをこう意識しながら、もう一回ちょっとドレイクの曲の再生ボタンを押してみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はいはい、ということでちょっとまあ今回これぐらいになりますが、また次回以降もですね、アボカドさんにいろいろお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録も忘れずに。はい、ではお願いします。ではまた、ピース。